着いた。あ、着いた着いた着いた。着きました。あ、お疲れ様です。こんばんは。ちょっとごめんなさい、遅れて。お疲れです。お疲れです。バカ混んでました、ちょっと。どこから来たの？え、奈良っす。奈良？奈良っす。まずは処理ですか？あー、飛びました。え、飛びました。やばすぎる。怒ってください、怒ってください。うぇー、見たかー。もういいよ。ちょっとね、中でいろいろお話聞かせてください。お願いします。お願いします。え、なんかおすすめありますか？大体みんな食べてくれるのが、はい、オムライス。オムライス店頭施設なんで、まあ、ボリューム出し上げたらハンバーグとか、はい、ロコモコ。めちゃくちゃカロリー低い。めっちゃカロリー低い。イグ。そう。じゃあこれ僕これいきます。ハンバーグ特製鶏ハンバーグ、うん、ありがとうございます。サラダにドレッシングつけて、はい、和風シーザーイタリアンってあるんですけど、はい、どれだけ。いや、もう全部おすすめでいきましょう。シーザー、シーザー、シーザー。うわ、俺何食べようかな。腹減った。え、全部うまそうっすね、普通に。日替わり食べたのかな。商売。うわ、いいな。楽しみっす。とりあえずじゃあそれ、OK っす。注文します。ありがとうございます。オーダー。生姜焼きの大盛りと鶏むねハンバーグ。あ、でも、まあ、結構厨房遅いんで、朝からもね、野球にしたいなって言ってきます。はいはい。ボケロボケロ。やばいっすね。いやだ、野球めっちゃやってんだ。ただのふんまりよ。まあ、ピッチャーもやりたいし、はい、バッティングももちろん上手くなりたいし、はい、で、ずっとやり続けてるっていうか、はい、まあ、週3。週3行くよ。行くよ。いつも言われるのが、あの相手チームとか監督に、はい、お前仕事してんのかっていつも言われる。まあ、それは言われるわ。仕事してんのかでくれるんですけど、ここを経営してるんですよね。このお店は経営します。あ、すごいな。ここで初めて知ると思いますよ。あ、知ってるしてんだみたいな。これで、ジム、はい、パーソナルジムの、はい、会をしてて、はい、でジムでトレーニングしたりしてる人たちが絶対にここでご飯食べて帰るっていうのをより、うわー、作ってるから。確かに、もう絶対上で運動してこのカロリーやったら絶対痩せますよね。めっちゃなんかステマじゃん。ステマ。あの、来なくていいですか。うわー、大盛りで出します。あざーす。うわ、めっちゃうまそうですね、これ。結構、これであれですか、あのカロリーですか。ちょっとじゃあいただきます。いただきます。あ、いただきます。いただきます。あの、美味しくなかったら美味しくないって言っていいんですよね。言っていいよ。です。あー、いや、マジでうまいっす。ほんまに？ガチでうまいっす。ほんまなんそれ。あの、マジで僕表現単調なんですけど、めっちゃうまいっす。食レポやったら多分もう一回やる、今の。いや、マジでうまいっすよ。うまい。いただきます。えいっす。いや、それもうまそうやな。うまい。マジで、それもうまそう。生姜焼きうまっ。うわ、美味しかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。これ誰のサインですか？広島カープの徳田選手のサインです。徳田選手？徳田選手です。名前一緒っすよね。名前一緒です。なぜならば弟だからです。弟だからです。さらっとカミングアウトすね。やめてくださいよ。いや、もうひろき見てるか。やばー、マジっすか。えぐ。多分こあの反応きます。すごっ。だから野球のそのグローブとかも、はいはい、弟の徳田選手のグローブもらったり。いつも使ってるやつですか。あ、そうそうそう。あれですか。その野球の動画とか、はいはい、野球チャンネル上げた時とかにその DM が来て、でもいつもその反応に困るから、うん、確かもうここで言っちゃえと。一応弟にも言うでって言ってるから。え、もう OK もらえたんですか。はよしてって。はよしてやばい。言ってる。黙らんな。一応、まあ、カープの選手なんで、じゃあ広島の応援します。応援してください。します。いや、うまかったっす。
まに多分僕の反応見てこれやらせやろみたいな思われてても多分しゃあない反応してるんですよ僕は。え、もうおもろかったね。マジ食べて、はい、あーあーあいや、あれ僕の数ですからマジで嘘つけないタイプなんですよ僕。次、今からあれですよね、服買いに行くんですよね。服買いに行きます。はい、アメンボプラスの寮生活で着れる服を、はい、選びたいから、はい、か今の若いその視聴者さんとかに合わせたいなっていうところがあって、はい、ああなるほど。今の子らってどういう服着てんのかな、はい、ストゥーシーとか流行りましたけどね前。ストゥーシー、ストゥーシーっていうなんかこう筆記体のなんかストリート系のブランドなんですけど。へえ。あとはまあシュプリーム、シュプリームはちょっと高いですよね多分。シュプリーム好きやけどな、ガチ寝巻きがシュプリームやわ。え、寝巻き？なんかロサンゼルスで、はい、あの酔った時に、はい、なんかすっごい生地のいいトレーナーがあって、はいはいはい、それがマジであのずっと着てる。それはシュプリームやったんですか？シュプリーム。マジか。めっちゃ可愛い。いいっすね。でも結構着てるな、あれなんですか？X ラージ？なんて呼ぶ？ X ラージ、はい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 。あれはなんかめっちゃ見ますよ。これ行きますか？なんか YouTuber めっちゃ着てますよ。ちょっと寝だろうかな。ちょっと寝だろうかな、鳩原さんに。ええて。見てください、この新潮社。新潮社。あかん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 。てかもう、徳田さんに画角合わせようと思ったら、僕顔しか乗らないんですよ。行く。この腕の感じ見せてあげて。マジで。ちょっと写真撮ってくださいよ。これちょっと載せます、あの。写真とか、はいはい、撮りたいなと思う。写真はでも、多いっすね。なんかバス停行ったら結構。あ、バッティングセンターやっぱ結構多いっすね。バス停多い。親御さんとかが。はいはい。君、金山言うのって。あーそうっす。この前、あの、僕も小野原さんとバッティングセンター行った時に、うんうん、この人ですかみたいな言われて、写真見せられたんですよ。で、顔出して、違いますって言って。お疲れ様でした。20日です。だいぶ長かったね。めっちゃ歩きました。服服もうちょっと見たいです。出していきましょうか。はい、じゃん。うわ、出た。スプレメ。スプレメ出た。一枚ずつじゃあ。出します。あ、出す出します。はい。じゃあまずはじめに T シャツです。もうほんまにさすがにので。かわいい。かわいいよな。刺繍？これ刺繍じゃない？ビーズやな。かわいい。じゃん。こういう茶色のビーズのめっちゃいい T シャツです。え、かわいくない？あ、バリズったごめん。これを、まあ、撮影で動画のどっかで着れるようにするんで楽しみにしてください。いいっすね。結構俺ありがちやね、あの、うん、1個すごいデザインが気に入ったら、はい、あの色違いで買いがち。あ、同じやつ買っちゃうんですね。もう色違いや。色違い、この色かわいい。え、これどうやって着るかな。白パンにナイキのスニーカーとかで合わせたら結構かわいいかな。もう色違いです。完全に次がこれです。お、最後です。もう個人的に欲しくて買いました。パンパン、パンパン。これでも、うん、かわいいっす。これは多分撮影でも使うと思うし、はいはい、普段着にしようと思います。トヨさん足長いからな、マジで。いや、マジで脱毛してるとか。あ、映えてましたよ。映えてた。映えてました。インスタグラムにこれのコーディネートを投稿しよう。コーディネート、コーディネート。スプレメって、うん、今こんな感じで買ってきましたって言えるような額ではないですよ。ほんまに真似はできないです。いや、でも可愛いからいいっすね。そこはこれも可愛いけどな。あ、あとこれや。え、なんかコットンっすこれ。え、可愛くない。僕可愛いっす。ザキが可愛いって言ってたから、はい、言うとこを買いました。おい、ガチか。そしてこれをプレゼントします。え、マジっすか。プレゼントします。嬉しい。ついてきてくれて、お前ありがとう。ショパンもこれ、あの別で用意したから。これはサプライズすぎやろ。マジか。欲しい。18歳。こやんかったからや。いや、マジでありがとうございます。いえ、ありがとう。もう今日やってくれて、遠いところから。それを撮りたくて、はい、こっちじゃなくて、こっち座ってほしい。うわ、ちょっとやばいことしてる。いや、オフやからリアルやから。やばい、徳田選手のお兄ちゃんやばいことしてる。ヒロキ見てるか。プレゼント待ってます。もう終わりです。終わりです。終わりです。まだどっか行きましょう。まだ行こう。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れてる。いや、これで完全復活。ありがとうございます。